が湧いたらどうしよう。びっくりびっくりびっくり、なんだかとっても素敵でいいでしょう。いいよね、きっと毎日が日曜日、学校の中にいる園児、やらしくないわ、全部ゴミ箱に捨てちゃえ。教科書見ても書いてないけど、コリコリ聞いてもそっと向くけど、でもでもしかして本当に出ちゃうかもしれないよ。いくよ、大きな声でピリピリララ飛んで走って遊びちゃえ。またママ先生ガミガミおじさん、それでは2曲目、皆さん声出していきますか。
所じゃなくって、ちょっと見本見してあげて、声出していけますか。イエーイ。はい、もう一回皆さんで声出していけますか。イエーイ。はい、ジャスティさんもいいです。さあ、それでは1曲目やっていきましょう。僕らの音楽は遠くにいたりさが、こっちを向いてよ、背を向けないでよ、それは正義のにならないけど、オタクのね、一気っていう文化はマジでやめた方がいいと思う。本当に
でね、皆さん盛り上がっていただけましたか。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、聞き酒クイズにから来たんですね。はい、じゃあこの人たちのために申し上げますね。私たちは広島県の中心に活動していますスパンシュガーというグループです。よろしくお願いします。お願いします。はい、ツイッターもしてるのでね、飲みすぎです。お父さん飲みすぎです。後で個人的にお話しましょう。はい、ということでね、はい、こんなね楽しいね広島なので、ぜひ県外から来た方もね、この後もお祭り楽しんでいってください。一番盛り上がってますよ。ちょっとお父さん優勝じゃないですか。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ということでね、あまた来たい、また来たい。はい、ということでね、はい、この後ね、私たちね別のイベントがあります。その詳細はねツイッターの方を見てください。はい、ツイッター見てください。ツイッターを見てください。見れない。見れない。残念。はい、ということでね、ごめんね、終わるね。はい、ということで皆さんね、来てくださりありがとうございました。私たち、いいですか、はい、私たち、さあ